はい、もう何日間連続で雨なのかわからない東京からお届けします。はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでですね、このようにカメラ、写真や動画などを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録とコメント等もいただけると嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、もうなんか深海にでもいるんじゃないかなって気分になるぐらい雨ばっかりの東京からお届けしたいと思うんですけど、先日のですね、書き出し速度のですね、設定というか検証の時に結構びっくりしましたよね。 H265 の方がはるかに速くてですね、で書き出しの映像っていうのもとても私の目には綺麗に見えたので、これからはチラを使用していこうと思うんですけど、まあ、また別の機会にですね、ビットレート、そちらを変えていった時にどのような反応があるかなっていうのを試していってみたいと思います。それでですね、本日はなんですけど、仕事でちょっとお出かけの予定がありまして、急にですね、予定とかなくせるわけもなくというところでですね、出かけてこようと思うんですけど、その本日の内容はですね、シャープネス、そちらの変更でどれぐらい違いが出るかなというのをこの雨空の下ちょっと試してみようかなと思いました。まずはですね、今私がいつも使っております、手ですね、シャープネス手の状態で、私の考え的にはなんですけど、シャープネスはですね、もう編集後からですね、動画を編集するときにミッドトーンなどで、もしくはそのシャープのエフェクトなどでですね、変更すればいいかなと思ってるんですよ。まあ、ただこのようにですね、毎日の運用、または Vlog 的なこう撮影では、手軽で手続きが少ない方がですね、手続きというか手間が少ない方がですね、皆さん運用しやすいと思うので、一つこう何かのですね、発見につながるかと思いますので、試してみたいと思いました。それではですね、今からテスト、検証をですね、開始していきたいと思うんですけど、現在がですね、シャープネス低の状態になります。はい、映りの方はいかがでしょうか。まあ、このままですね、ちょっと歩きながらお話をしながら、ちょっとですね、途中で変更していこうと思いますので、断続的にご覧いただければと思います。続いてですね、シャープネスは中にしたいと思います。はい、こちらがですね、シャープネス中の映像となっております。見え方とかいかがですかね。もう少しですね、こう緑の綺麗なところとか、そういったところで撮影したいなと思ってるんですけど、先ほど申しました通りですね、ずっともう東京雨なので、そういったこともですね、叶わずに、出かけることもできずに、コロナばっかり蔓延してるって状態になってますね。こちらの方がどういう違いがあるのかなっていうのが楽しみですね。はい、続きましてですね、こちらがシャープネス高ですね。4段階のうちの2番目に高いという設定になっています。見え方の方とかはいかがですかね。まあ、幸いにしてこう街路樹とかがあるので、そういうところでこう好みの見え方とか、そういうのが判別できるかなとも思いますね。はい、このようになっています。で、本当はですね、ちょっと私の顔をお出ししてですね、そのシャープネスによる人の顔の違いっていうのもお見せしたかったんですけど、雨がですね降ってて手を伸ばせないんですよ。それでですね、ちょっと悩んでしまっておりますけど、短い時間だけどっかのタイミングでこうちらっとマスク越しでお見せさせていただいて、判別に使っていただければなと思っております。持ってる手も低いので、ちょっと見え方としては微妙かと思うんですけど、ご了承いただければと思います。はい、続きましてこちらがシャープネス最高の状態ですね。一番本体内で設定できるシャープネスで一番シャープネスが効いた状態となっています。見え方とかいかがですかね。まあ、ちょっとまたこう顔とか一瞬映してですね、どんな感じか、もう暗いからですね、全く当てにならないかなと思います。別のですね、機会に晴れてる日にまた改めて挑戦してみたいと思います。今日はですね、その設定も定まらないので、全てオートなので、まあ、これがインスタ360のボディの中でですね、判別してくれる画質だなというふうにご解釈いただければなと思いますね。はい、ということでですね、シャープネス10に戻しまして、まあ、全般的なですね、編集とかですね、どんな感じで絵が出てくるのかなとかっていうのは、帰宅後ですね、動画を編集しながらちょっと見てみたいと思います。もう本当にね、蒸し暑くて不快な天気ってたまったもんじゃないですね。
昨日ももう本当洪水災害なんじゃないかなぐらいの雨が降ってる時間帯もあって、日本昔こんなに雨降らなかった感じがするんですけどね、まあ、仕方がないなと思いつつも早く過ぎてくれないかなっていうのを祈るばかりです。はい、ということでですね、比較していろいろ試してみたいと思います。はい、それではですね、このようにですね、シャープネスのテストをですね、悪天候だったのでしっかりとできたとは言えないんですけど、ちょっと試してきてみました。こう漢字の違いというのをですね、こう皆さんに見ていただけたかなと思うんですけど、今回はこうあくまでこういうふうに変わってくるんだよということで見ていただきましてですね、またあの別の日にですね、ちょっと晴れた空の下で試していってみたいと思います。これだとちょっと正直ですね、あの天気も悪かったせいでこうブラーみたいなのがかかってしまっている上に、雨でですね反射がおかしいし、あと露出もですねこう空に持ってかれてしまっていて、なんかしらっちゃけたような映像になっちゃってるので、すごく分かりにくいかと思うんですよ。まあただこう私も自撮り前提ではなかったんですけど、こう顔を見ていただくことによってですね、人の写りとかっていうのが少し分かったかなというところで、まあ、何かこう参考にはなるかなと思いました。このシャープネスを含めてですね、まあ、この露出の設定とかっていうのをいろいろこうインスタ360のこのライカ360度モジュラーできるんですが、まあ、その辺がですね、私まだ現段階のファームウェアなのか、まあ、ちょっとこれがこういうカメラなのかというところで何とも言えないところはあるんですけど、結構ですねこうマニュアル撮影した方がいい映像になりやすいこのアクションカムだなというふうに思っております。ただもうこのアクションカムっていう枠をこう超えてですね、私の中では360度カメラ、まあ、これあのその通りなんですね。インスタ360のホームページでもアクションカムのですねコーナーではなく別のところに入ってるんですよ、このライカ360度モジュールだけ。このコアユニットだけ、そういう要はアクションカムのユニット同じものを使ってますというだけでですね、別枠のカメラの扱いになってると思うんです。なのでですね、その撮影するときにですね、しっかりと綺麗に撮影できるように、もうちょっとこのような手間ですね、手間をかけてあげて、しっかりと自分の好みに近い映像に仕上げてあげるべきカメラなんだなと、アクションカメラではなくカメラなんだなと考えていただけるといいなと思いましたね。であんまりこう手を加えたくないときはオートにしていただいて、まあ、露出をですねマイナス 0.5 からマイナス1ぐらい下げていただいて、でその上でですね最終的な色の調整というのをこの動画編集時に編集ソフトでかけていただくのがいいのかなと思いましたね。私もこう試行錯誤をしながら使っていてですね、室内でこう停止して撮影する分にはベストな距離感だとかですね、その色明るさとかその色合いとかっていうのもなんとなく見えてきた感じあります。でこうすると綺麗に撮影できるよねとかっていうのも、まあ、あの今皆さんにこうお伝えしているのは全てではあるんですけど、シャープネスとかっていうのはやっぱり私は下げる、でシャープネスかけたい場合っていうのはシャープネスをですね動画編集時にかける方が綺麗にできると思ってます。このようにですねこういろいろまた使っていって、このようなインプレッションっていうのをお伝えできるかと思いますので、引き続きですね使っていこうかと思っております。ただですね、私ちょっとあの家族でですね嫌なことというかですね、正直言いますけどコロナですね、子供の学校でコロナ大蔓延しちゃってて、今子供たちもちょっと体調怪しいんですよ。それで私自身もこう濃厚接触者になってくると思うので、あんまりですね外出ができない環境になってきてしまうかなと思っております。なので、まあ、自宅の屋上でメインっていう形になると思うんですけど、そちらの方でですね試していってみたいと思います。もうなんかこう嫌ですね、こう感染症とかで自分のやりたいようにできない、行動できないっていうのは何年も続いちゃっていて、まあ、この辺もですね他の人に移さないっていう気持ちを私大切にしていきながらですね、早く収まってくれるようにっていうところで協力していきたいなと思っております。はい、ということでですね、本日はこのようにカメラですね、まあ、インスタ 360-1RS ライカ1インチ360度モジュールのシャープネスの設定っていうのをいじくるとどういうふうに変わってくるかっていうのをあの試させていただきました。こちらのチャンネルではこのようにカメラ、写真や動画ですね、あとはオールドレンズ、ドローン、アクションカム等をですね楽しんでおります。
一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますのでグッドボタンいただければと思います。またですね、冒頭申し上げました通りコメントでコミュニケーションいただいて仲良くさせていただければと思いますのでお待ちしております。まあこういろいろと今後も試していこうと思いますので、このインスタ360 1RS、 ライカ1インチ360度モジュール、なんて訳したらいいのかなって悩んでるんですが、こちらのですね綺麗な画像っていうのを残していけるように、まあいろいろと遊んでいきたいと思います。気楽に気軽に私モットーにしておりますので、特にですねこうできれば手をかけずに綺麗にしていきたいなってところを私模索していきたいと思いますね。ということでですね、本日も最後までご視聴いただき本当にいつもありがとうございます。では失礼いたします。バイバーイ。